ジムナーカスは、アロワナ目、ギムナルクスかギムナルクス属に属する魚である。本種のみで、ギムナルクスかギムナルクス属を構成する一か一族一種の、モノタイプの種である。英語では、アバーバと呼ばれる。日本語表記は、ギムナルクス、ギムナルクスなどいう例があるが、主にジムナーカスの故障が古くから定着している。ナイル川、ボルタ川、ニジェール川、 ガンビアガは全長150センチメートル。うなぎのような細長い体型で腹びれや尻びれ、尾びれをかき、胸びれは小さい。背中から尾までつながった幅の広い背びれを波打たせて泳ぐ。背びれの動かし方を変えることで交代することもできる。目は小さく、視力は弱い。噴部がやや伸びた、イルカのような頭部が特徴や構成で発電能力を持つ。 微弱な電気を出すことで、体の周囲に電場を形成し、獲物の察知や、周囲の把握に役立てている。胸を使って、空気呼吸をすることもできる。水族館などで飼育されることがある。他の魚に対して攻撃的で、顎の力が強いことから単独飼育が推奨される。視力が弱く、食べられないものでも噛みつく性質があるため、ヒーターのような器具は噛み砕いてしまう。 大型の個体は人間の手にも噛みついて大怪我を負わせるほどの力があり、メンテナンスの際に水槽に手を入れる場合は仕切りをするなど注意が必要である。ありがとうございます。